これからどこに、あれだよね、お昼を食べに行くんですが、今、翡翠海岸でね、石を拾って来たところなんですけど、まあ、なんかこう、拾う範囲がすごく狭くてね、そうそう、あのそんなこう、ザーッとあるような感じじゃないんですけど、まあ、場所によって違うのかもしれないけど、まあでも、意外とこう、砂利の浜辺っていうのがそんなに車止めていけるようなところはあんまりなくて、ね、ここいいなってところは車止めれなかったりとかねして、まあでもなかなか面白かったですね。綺麗な石がいっぱいあって、うん、ずっと海岸沿い今走ってるんですけど、なんかねあれですね、あここ良さげってところはね車が止めれないね。だからちょっとありそうだね、いっぱいありそうだねっていうところは寄れないんだけどね。そうそう、でもまあまあ、でもまあなんとかなんとかじゃないけど、うん、それなりにいい経験できたなって感じで拾ってきました、はい。まあ、こういう感じで呼ばれた美味しいを拾ってきましたこれ帰ってね、本当に薬石かどうかちゃんと調べてみたいんですけどね。でこれからね、寺泊の、市場に、向かってお昼ご飯、そこでねお昼ご飯食べたいなと思ってます。はい、そんな感じで、はい、それでは、また後ほど食レポで、今度は食レポで行きます。すごい楽しみなんですよお腹ペコペコね。なんかこう食べ歩きみたいなのができるみたいで、すごい楽しみにしてます。なんだか知らないけど、多分川薬石だと思うんだけど、拾ってきたのをフータがやたらと、あそこがそう、どこ、その緑の看板、あもうそろそろ寺泊の市場に到着します。ここだ、そこか、そこがそうなのか、うん、駐車場に入って、日曜日だから結構ね、あ土曜日だっけ、日曜日だよね、あ土曜日だ、うん、人がいっぱいだね。駐車場に止めてちょっと一番奥に行きたいと思います。なんていうのか、はい、寺泊の市場に到着しました。ちょっとお腹も空いたのでさ、散歩がてら食べよ、中入っていきましょう。あ、ありがとうございます。うわ、イチクだ、ザクロか、赤西エビがある、エビ、うわ、サバ、サバすげえ、サバ食べたい、しそやって食わないといけない。うわ、粒貝にしようかな、赤西貝にしようかな、粒貝にすれば、私いっぱい食べちゃったらお腹いっぱいになりそうだな。サザエのつぶやきもあるし、どうしよう、あ、このつぶやき、すごい、はい、ありがとうございます。おいしそう、つぶやき、ちょっと座って食いますか。今買ってきたのを食べます。うん、ホタテ美味しい。私はこう、つぶ貝、私ね、貝が好きなのね、美味しいな。特にこういうつぶ貝ね、あんまホタテとかはそんなでもないんだけど、このつぶ貝っていうのは美味しいね。うんうん、うまっ。まだ何か食べたい、まだいいよ、何か食べたい、チュービー、チュービー、チュービー、味の方はね、
くなければ買いたい。辛いの食べれないからね。どうかな。でかいな。ありがとうございます。辛かったら我慢してね。我慢。ここは海鮮丼。バニヤ汁。バニヤ汁？うん、カニとか入ってる。これで200円。ああ、美味しそう。こんなにいっぱい入ってて200円なの？あとこれがなんだっけ？イガグリまんじゅう。イガグリまんじゅう。中によもぎまんじゅうが入ってて、周りにココアが入ってる。まあとりあえずこっち先。骨が。ネギが落ちた。美味しい。温まる。イガグリだね。中がなんだっけ。中がね、よもぎまんじゅうになってる。よもぎまんじゅうにおこわ、ま、周りがおこわ。すごい。一応お菓子。お菓子、うん、私もじゃあ食べてみよう。ちょっと待って、さっきの、はい、もうちょっと待って、カキのビター焼き、はい、美味しそう、大好物。プリプリなフォーマーまで。ありがとう。食べます。バター焼き、いただきます。熱い、美味しい。あんまカキ好きじゃないんだけどね、これは食えます。私の旅はステラドマリの日、水族館、あとは水族館ぐらい。さっき食べたイガグリ団子だ。350円で400円もらいました。イガグリ団子、有名な噂のイガグリ団子、美味しかった。大丈夫でした。はい。乾き物屋さんだ。みんなちょっと面倒くさいもんね。なんか写真ありそうだね。見てみて。お寿司も食べられる。香り。本当。とろたく、おこれなら一口食べれるから一口で入れて、はい、寿司を仕入れてきました。おいしそう、いただきます。ネギトロからいくそうです。うん、私はとろたくとガッテラ、夜用に いろいろ仕入れてきました。結構ね、あっという間に回れるようなところ、うん、もうこれ食べてもうちょっと何か食えるかやってみますじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた後ほど。はい、今市場から帰ってきまして、いろいろ買い物をしてきたので、ちょっと何を買ってきたのか簡単に。これイガグリまんじゅう、一応なんかスイーツになんだよねということらしいです。おこ周りがおこわで中にあんこが入ってて、ちょっとなんか不思議な、よもぎまんじゅう、よもぎまんじゅうが入ってる上におこわがくるんであるというやつ でこれはお孫ちゃんのお土産に、サーモンも大好物なのでお土産と、これは珍味、
なんだろう、巻き貝のキムチ、ちょっと食べたらそんなに辛くなくて美味しかったので、キムチと蒸しあんこ、肝刺身、あとお酒、星の乾杯と、なんて言うんだろうこれ、影影トラ、影トラ、あとこれイチジク、もうどうしても気になってイチジク買ってきました。これでイチジク500円、これだけ入ってて、あとはなんだっけ、このお魚の詰め合わせみたいな、に、あ、煮物にするタラ、タラのタラ、タラがいっぱいこう切り身で入ってるやつで、煮付け用のやつを買ってきたのと、あとこれがさつま揚げ、さつま揚げ、すごい美味しいですね。ま、四角いさつま、鹿児島のさつま揚げとはちょっと違う。これも晩飯ということで、しま、片付けをして次の目的地に行きたいと思います。ふーちゃんお留守番ありがとう。